こ三社。どうも皆さんこんにちは、マジカルラブリーです。いや、レオパルトのアイスでございます。さあ、今すっかり夜でございますね。今日はですね、とあるところに来てますよ。それはですね、こちらです。カリンの湯でございます。こちらですね、カプリシにあるんですけど、今日はですね、こちらね、ちょっとお風呂と、ご飯をね、食べに来たあとですね、まあ、ここ仕事のね、職場にまあ近いっていうのもあるんだけど、楽しティってね、なんていうのかな、フリーペーパーの、なんか検証で当たったんで、せっかくなんで無料券があるなら使ってしまおうということで、ここね、お風呂入ろうと思います。ただね、お風呂のところはちょっと残念な、当たり前だけど映せませんのでね、それはちょっとご了承いただければと思います。まあ、とりあえず私はお風呂入ってきます。で、ご飯も食べますからね。あと、その館内の様子とかね、ちょっと映せればいいかなと思ってます。それでは、ちょっと館内の方に行ってみよう。え、カリンの湯。なんか、佇まいがいいよね。カリンの湯。今は、食堂のみ時短営業か。食堂の時間は、現在9時までなんだね。はい、じゃあ早速中行きましょう。あ、ジビエとかあるぜ。よし、行こうぜ。お米も売ってるんだね。お米、匝瑳の舞っていう、あの匝瑳市っていうのは隣なんだけど、そこで採れたお米もここで売ってるんだね。なるほど。飲むヨーグルト美味しそうだな、これもな。メダカ売ってるんだね。あ、いた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 。あ、いろんな種類のメダカがこうやって売ってるんだ。ひらくりとしおさんっていう人がいろいろ育ててんのかな。まあ、メダカさんいるね。なるほど。ザッファーね。お宮城餃子、尾身川名物を目指してるんだ。この辺が餃子の町として有名になったら面白いかもね。なるほど。5個入りで500円、3箱15個入りで1500円。尾身川名物ね、こういうのが全国区になったら面白いかもね。ここではね、この辺で作ったやつかな、いろんな物産も売ってます。駄菓子、あ、この葉パンとこの辺にもあるんだ、知らんかったな。ね、いろんなこういうお菓子類ね、バーッと売っててあ、ピーナッツハニー、マックスコーヒーシフォン、こんなのあんだ、知らなかった。結構いろんなのがあるよ、ほら上には鯉のぼりがあって、瀬戸内レモン、これ美味しいんだよね、イカ天。大人のガッツリガーリックとか、あれかな、食べるラー油みたいなもんかな。生七味、いろんなのがあるもんだね。ウイストハンドクリームで、温泉地によくあるようなこういったこういったね、ここで何も買わなくてもいいじゃんって思うんだけど、まあこういうのがあるからいいんだよね、温泉って感じで。鯉のぼり、フィッシュケース、招き猫、すげえ、なんかすげえな、ピーナッツキング、 JR 東日本お土産グランプリ2002、南関東エリア金賞。こういうのも売ってんだね。お芋プリン、紅はるかってこの辺でも作ってんだよね、紅はるかはね。ちょっと甘みの強い、ちょっとねっとりとしたのお味が特徴の紅はるかです。
アイスクリーム、これもいいな。アイスクリーム美味しそうだね。いろんなアイスクリームがある。あ、いいな、後で食べようかな、アイスクリーム。いいな、ちょっとこれそそらない。あ、見えない。これほら、焼き芋柄だよ。焼き芋柄の手ぬぐいって素敵じゃね。焼き芋柄いいな。こっちは栗本のキャラクター、栗ちゃん、まんまやな。あ、これちょっとそそるな。これいいな、焼き芋柄。早速お風呂行ってきます。お風呂は中はもちろん取れないんでね、出てここからもう入ってもう出てきてって感じになります。では行ってきます。やっぱ湯上がりはコーヒー牛乳ね。コーヒー牛乳飲まないとね、温泉入った気にならないよ。じゃあ桑田の番号18番で。でん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 。お、こいつ19番から取りやがった。俺桑田の番号やったのに、桑田の番号から取らなかった。でもコーヒー牛乳ゲットしました。コーヒー牛乳いただきます。いただきます。ご参者うまいっす。お風呂上がりご飯をね食べて帰りたいんだけど、どうしよう。ジビエ、鹿とかあるじゃん。イノシシ、イノシシと、あと唐揚げ丼、とんかつ。え、結構いろんなものがあるんだね。釜飯、釜飯は出来上がりに結構時間かかるって言ったから、違うのやつの方がいいかもしれないね。どうしよう、ここまで来てカツ丼っていうのもな、なんかせっかくここに来たんだから、なんかそういうここに来たぜっていうの食べたいね。お子様プレートなんかまだね。あ、ソフトクリームいいじゃん。どうしよう。これか、やっぱりなんかこれ押してるよね。これか、これにしようか。じゃあこれにしよう。こちら食券制度なんですね。どうしよう。そばもいいけど、でもな、せっかくここ来たから、ここに来たようなやつ食べてえよな。そうよね、かりん天丼ってのもいいな。ちょっとそそる。決めた、これにする。北総豚の生姜焼き定食、これにしよう。豚食おうぜ、豚。あいやー、食券はいよ。なんかお部屋がおしゃれじゃない。なんかフルーツ入ってんだけど、おしゃれ、おしゃれです。このご飯が来るまでの間にね、お風呂のことをちょっと話すとね、お風呂ねすごい良かったですよ。ほんとね、内風呂と露天風呂があって、でサウナもあってね。でなんか露天風呂はなんか美肌の湯みたいな感じのこと書いてありましたね。新陳代謝が良くなってお肌がツルツルになるそうですよ。ツルツルに、いいっすね。美肌になってますかね。デトックス効果もあるそうです。デトックスでサウナでね、ちょっと体も整えてきました。水風呂入って、サウナ5、6分入って、水風呂浴びて体冷やして、またサウナ入って、水風呂浴びて、で体冷ましてっていうのを3セットやってきました。だからもう体調いいです。悪い汗を全部流してきたんでね。でね、お風呂も本当にね広々としててすごい良かったっす。来たぜ、北総豚の生姜焼き定食です。すげえうまそうじゃない。ほら食べましょう。よしよしよし、いただきます。豚だぜ。この辺豚も有名なんだよね。いただきます。
ご飯にオンしてね。うまい。いやなんか久しぶりに生姜焼き定食っていうの食べました。うまい。あ、おいしい。すごいおいしい。これなんだろう、メンマかな。メンマ、メンマ。お、いい味、いいお味ですよ。これは飯が進みますね。あーうまい。味噌スープ、うん、熱い、美味しいです。うん、野菜も美味しい。本当にね、なんか昔ながらの定食屋の生姜焼きって、でもね、豚肉もものすごい柔らかくて、なんかね、味が濃い感じ。うん、玉ねぎがさ、甘くて柔らかくて美味しい。玉ねぎだけでも飯十分食えるぐらい。いや、うめえわ。うん、もうご飯今度なくなっちゃった。いや、美味しいもんだって。あの、お菓子で白飯食ってる場合じゃねえんだよ。こういうので白飯食うのが一番正解なんだって、本当はな。うん、うい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 、おいしょ、うい。完食です。ごちそうさまでした。今ですね、ここのお店の売りがこれだそうですよ。野菜たっぷり冷やし中華。これちょっと頼めばよかったな。だったら、いや、注文する前に聞きゃよかったな。今これが一番おすすめだって。で、しばらくやってるみたいなんで、ごまだれとこう醤油だれが2つが同時に楽しめると。いいな、かりん特製野菜たっぷり冷やし中華。皆さん、ここ来たら、今これ多分夏季限定だと思うんで、ぜひぜひ食べてみてください。おすすめ。別腹をね、頼もうかなと。ソフトクリーム食いたいね。ブルーベリーソースってあんまり食べた。いちごソースとかチョコソースあるけど、ブルーベリーソースあんまないから、これにしようか。はい、ここ、はい、入れました。別腹。来ました。ソフトクリーム、ブルーベリーソース。さつまいもチップスが乗ってる。この辺ね、さつまいも有名なんですよ。いや、嬉しい。食べよう。いただきます。甘いものは別腹よね。どうよ。さつまいもチップスにアイスを乗せて。うん、あ、さつまいもチップス美味しい。もう一枚。うん、さつまいもの甘みがすごい出てる。美味しい。別腹よね、別腹。うん、うまい。
コーンフレークやないかが入ってる。コーンフレークやないかが入ってた。いや、これもこうか。じゃあこういこう。こういこう。こういこう。絶対うまいかな。うん。ほら、やっぱり美味しい。うん。チスコーンが入って、チスコーン？コーンフレーク？わかんないけど。それが入ってて、やっぱよりうまいね。よりうまい。ああ、美味しいな。湯上がりのアイスクリームやっぱ美味しい。それはうまいよね。別腹完食。あ、美味しかった。温泉入ってさ、サウナも入ってさ、汗流してたからさ、しかも別腹なんだから、トータルするとカロリーゼロになる。ゼロになるどころかマイナスになってっかんね。サウナ入って汗かいてさ、体整えてお風呂入ってさ、その上でのこれだからカロリーゼロだよ。ゼロどころかマイナスだよ。ごちそうした。ごちそうした。はい、というわけでお風呂入ってご飯も食べて甘いもんも食ってね、行きました。じゃあ最高にいい気分です。なんか疲れもね吹き飛ぶ、もう暗いね感じでございますが、お風呂の様子がね伝えられないのちょっと残念ですけども、まあそれは皆さん来てくださいね。住所ね載せときますんで来てください。こちらね本当にいい温泉でございましたね。なんでとりあえず私の動画は今日はこちらでお開きと。はい、よろしければチャンネル登録、高評価、そしてコメントよろしくお願いします。たまにはいいっすね。こういうところでちょっと息抜きじゃねえけど、ね、ちょっと心と体のリフレッシュをして来れたかなと思います。また頑張ろう。店員さん可愛かったし、ちょっとやる気出た。なんか、店員さんたち、いい人だし、なんか可愛かったな、あの店員さん。うん。それだけの、なんかすごい、今日来てよかったです。というわけで、また別の動画でお会いしましょう。レオパルドンの哀愁でございました。カリンの言う。